どうもジョミューです。今日はですね、PC 版ぷよぷよテトリスの、テトリス A 級リーグが、今日の昼の13時かなに行われましたので、こちらの解説をやっていこうかと思います。じゃあ見ていきましょう。今日のね、昼のね、1時なんで、もう本当に最新のね、動画ですね。さて、開幕 TSD に対して、さかなさんが、パフェですね。開幕パフェだったけど、ちょっと妥協して、T スピン W に切り替えていく。さあ、受けてから、割かし直列うまいですね、これ。テトリスから、テトリス2連発。2連発ってからの再びテトリスかと思いきや、T スピン W からテトリスですね。こちらの方が、まあ、火力効率はいいので。で、相手がホリレンどこまで繋がるかなといったところだが、ZM の J ミノまでかな。バボタイムまでの、だったが、ちょっとジェイミノを気にしてしまっているところに、こちらが間髪入れずに火力を送ってしっかり刺しに行く。さあ、まず1本取りましたね。このやっぱり最初の1本って、まあかなり重要なんで、連戦においては、最初の1本は割かし重要なんで、しっかり取っていきたいところですね。さあ、今回も相手開幕パフェ済みで、今回はパフェ取れる。さあ、ちょっとこちら大ミノを気にしてしまったが、相手もジェイミノを気にしてるんで、まあ大丈夫だろう。先読みしといて、テトリスからティスピンシングル。シングルでさらに回転させておいて、下穴開けたが、さあどういくよこれ。一回見ので削ってからティスピンシングル、ハンバーグ行きましたね。ハンバーグ済みでしっかり火力作ってるが、相手は穴いい。下穴がいいんで、ちょっとティスピンダブルテトリスとまとめ打ちで、かなり火力が一気に来るが、こちらも直立引いてうまいっすね。さあ相手総裁外しから、火力を作ろうとしてるが、三ライン消しで妥協してきた。あ、いい判断ですね、このホリレンのルートは。T ミノ、アイミノ、Z ミノ、アイミノまで繋げるか。繋げて、かなり8連までは強い。さあ、T スピンダブルから、T スピンダブル。で、一回削って、地形を整地してからの、テトリス。で、相手がちょっと T スピンダブルまで間に合わなかったんで、これは割かし地形辛くなったが、しっかりテトリスまで総裁間に合わせたら、結構まだまだ大丈夫そうだ。さあ、しかし、この ST3 は非常に上手かったけども、ちょっと T スピンダブルにできなかったプラス、次の総裁分が間に合わなかったのが痛いですね、魚さんは。さあ、しかも穴場が相当いってるんで、ここまで穴場いってたら、しっかりとした総裁外しから、一気に火力を繰り返しで、テトリス2連発。さあ、T ミノで、なんとかギリギリ耐えるが、どうだっただろう。ミノの置き方的には、一応耐えるルートありそうだったけど、まあ、こちらさらに TD アタック組んでるで、まあ、どちらにしろ刺さってますね。T スピントリプルからのダブルの対戦なんで、さすがに刺さっていたでしょう。今度は、DT 砲っすね。DT 砲で相手が、ちょっと若干迷っていたが、中開けテトリスチックにしたところに対して、こちら若干レンチックに組んだが、そこまで詰めてないんで、これは、5連止まりかな。いや、6連まで繋げるか。6連のジェイミノまで繋げて、ウェットハイキング。なんつってんだろうな、この、声違い、声違いの、なんだっけ、スケトーダラか。スケトーダラが、割かしなんて言ってるか、全然わからないっていうのは、ちょっとありますね。声が低すぎて全然聞こえない。まあ、そんなことはどうでもいいですけど、T スピンダブル作っていって、T スピンシングルでしたか。ちょっと操作やってるために、T スピンシングルで妥協を、T スピンダブルだったが、相手 BTB 好きなんで1ライン来る。さあ、TSD を操作外してから相手テトリスってって、T スピンダブル。さあ、ちょっとこれ、総裁当たんなかったの、痛いですね。できれば総裁当てなかったんで、ちょっと、こちら、地形すり上がって辛い。さあ、総裁外されて、T スピンダブルから、ホリレンだが、どこまで繋がる？エルミノまでか。5連までなら、まあ、言うほどではないんで、全然耐えられる。さあ、テトリスから2ライン消しだが、まあ、相手地形有利なんでね、総裁外してしっかりしていきますね。で、テトリス掘りにして、火力重視。しかし、こちらも完璧に掘れているので、掘り切れているので、あんまり、下手に、相手が総裁外しまくると、むしろ相手が不利になるんでね。さあ、T スピンダブルで、相手が、大峰の置きミスかな、ちょっと置きミスが出てるところに、オーウェノウェルジュ送ってって、バボタイム、テトリスまでやられて、ちょっとこちら、まあ、競り上がったけども、まあ、地形はかなり余裕あります、余裕ありますね。神。しかし、ここまで、下な、まあ、直通までたどり着ければ、全然大丈夫。だが、相手も地形いいと思ったら、T スピンのミスしてしまって、さすがに致命傷。
まあ、かなりね、下な直列で行っていたので、T スピンミスなければ全然まだまだつながりというか、あれ続きそうではありましたね。しかし、まあ、さすがにこちらがあれだけ火力保持しているところに、あの T スピンのミスしてしまうと、まあ、どれだけ理論値リカバリーしたとしてもちょっと掘り切れないですね。火力で押されてしまうので。まあ、ちょっと致命傷な置きミスでしたね。さあ、まずは、1セット取っていく。では、もう一つ見ていきましょう。まあ、これは15先なんでね。A 級リーグは15先なんで、まだまだあります。さあ、このツモは開幕パフェ済みじゃないかな。さあ、パフェ済みで、相手も、パフェ済みなのか、これは。ちょっと変則的なパフェ済みだが、一応パフェは取れますね。さあ、このパフェ済み、穴払いが行くとめちゃくちゃ強いんですよね。パフェ済みの弱いところって、基本的に、取れた時に相手に直通送りやすいっていう、まあ、デメリットがあるんだけど、仮に、直通じゃいかなくて、穴、ばらけた時の強さはやばい。さあ、そこに、さらに、6連までの、シングルナイスアタックまで、繋げて、しっかり刺していく。まあ、直通までたどり着ければといったところだが、まあ、たどり着かせませんでしたね。さあ、再びパフェ済みで、相手も、パフェっぽい形だったけど、ちょっと S ミノと J ミノの置きミスしてしまう。今回は直通でいってるが、これは間に合うか？S ミノで1ライン消して、I ミノで3ライン消しして、なんとか耐えるけど、さすがに厳しいですね。2連発連続で置きミスしてたんで、まあ、それはこちらは逃さずに、普通に順当に軽く送って差し入った。まあ、ミノの置き方次第では耐えられるルートはありそうではあったけど。さあ、今回は、こちらが開幕パフェ。さあ、直列行ったが2列パフェが強い。2列パフェが強くて、できるだけ、アイミノは、消費せずに、積もってから、アイミノを、しっかり入れるのいいですね、相手。さあ、総裁外しで、これ直通までたどり着かれると、ちょっと不利だぞ。ジェイミノから、アイミノまで。しかし、連は繋げなかったですね。さあ、刺さっていった。一回ちょっと連を途切らせて、テトリスを送って、出たけど、まあ、あれか、総裁当てたかったのかな、多分。総裁当てて、まあ一回安心感を得てから、直通で、まあ火力作ってっていう感じだったのかな、多分、魚さんは。しかし、まあそれを見計らった上での、まあ火力調整というか、しっかりとしたこちら総裁外しの構えで刺しに行きましたね。まあ相手も、地形的には良かったんで、まあ T スピンとかテトリスとか一発分作れれば、かなり、全然まだまだいけそうだったけども、それをしっかり間に合わせない火力。まあ、総裁外し、やっぱり重要ですね。さあ、2セット終わった。もう一つじゃあ見ていきましょう。さあ、て、このツモは DD4 じゃないかな。さあ、DD4 ですね。DD4 に対し、相手、パフェ済みではないけども、なんか、パフェが取れそうな形を結構組みますね。かなり開幕パフェがメインになっていそう。しかし、そのパフェが取れなかったんで、こちら連の積み込み、DT 連ですね。さあ、どこまで繋がる？攻めてスタイム、攻めてスタイム。S ミノ、Z ミノ、I ミノまでの2ライン消しは強い。かなり、穴直列、まあ、直通で行ってたけども、さすがにまあ、連耐えきれられませんでしたね。10連のまあ、2ライン消しだったんで、かなり火力もマシマシだった。さあ、パフェが来る。It's alright! しかし、まあ、穴的にはそこまで悪くないので、ね、1回削ってからテトリス。それに対して相手はホリレンで、Z ミノまでかな。いや、Z ミノまでは繋げずに、T スミダメにしましたね。これはいい判断。あんまり、1ライン消しずつ消してしまうと、やっぱりライン昇級時間かなり長いんで、ああいうのは、T スピンにした方がいいですね。さあ、テトリスとテトリスが総裁当たる。で、しっかりテトリス、こちら打つが、相手直接強い。かなり直接強いですね。しかも2発分送られて、こちら先読みで T スピンダブルからテトリス送るが、うお、強気だな。相手2発分外してきましたね。で、さらに直通また行ってるんで強い、これは。さあ、エルミノが、ちょっと置く場所なかったですね、今のは。おそらくどこ置いてもちょっと致命判定になってしまったんで置く場所がなかったのを見られたかな。で、即打ちされて刺さってしまった。まあ、これは、まあ直通うまく利用されましたね。直列うまく利用されたプラス、まあ相手の2発分の強気な総裁外しが、こう、制したって感じですね。さあ、総裁外して、T スピンダブル。から、テトリス。で、相手も総裁外して、テトリス送るが、ちょっと下穴を埋めているんで、これはかなり有利ですね。さあ、2ライン消しから、S ミノの2ライン消し。から、Z ミノの2ライン消しで、I ミノの3ライン消し。しかし、それを即座に総裁外してから、テトリス。しかし、ギリギリ耐えてる。J ミノまで掘り、
連繋がるんで、まだ耐えれるんですよ。J ミノ、S ミノ、T ミノ、まだ全然いきますね。S ミノまでしっかり繋げて。さあ、これはどうだ ?T スピンダブル間に合った。えっ、はい、おーっと、しかし、エルミノがずれてしまった。今のエルミノで3ライン消しできれば、まあ、こちら、あまり火力のリソースはなかったんで、結構、まだまだいけそうな感じではあったけども、まあ、有利でしたけどね。しかし、エルミノがずれてしまって、悲しい置きミスで刺さっていく。さあ、再びこちら DT 砲に対して相手が、パフェっぽい形だったけど、ちょっとパフェはなかったんで、中開けテトリスに切り替えていく。さあ、どこまで繋がる？Z ミノ、T ミノ、Z ミノまでですね。で、ウェイト入って、で刺さっていった。これはどうだったんだろうな。ちょっとまあ、こちらの連の繋ぎのルート見てて、相手の画面あんまり見てなかったけど、置きミスしてたのか、それともちょっと受けが悪かったのか、刺さっていきましたね。あんまりそこまで、言うほど繋がってない連だったんで。連だったんだけど、普通にそのまま刺さっていきましたね。中開けテトリスで、割かし地形は悪くなかったけど、どうだったんだろう、今のは。ちょっと、多分置きミスしてたのかな？どうだったんだろうな。あんまり無理しすぎたっていう可能性もありますね。ちょっと見てなかったね、今の。失礼しました。もう一つ見ていきましょう。まあ、解説でもね、まあ、両画面見るのは結構慣れてるけど、まあ、こういうね、たまに、解説を逃してしまうことは、まあ、自分でもあります。DT 砲で、相手が再びパフェ済みっぽい形だけど、パフェないんで、これは連を組みに行くでしょう。まあ、こうやってね、パフェ組みに行ってない場合は、基本的にまあ、連組めば、圧倒的有利取れるんで、しっかり連組んで、まあ、これは、下穴も3ライン分、お邪魔が来ているので、まあ、割かし、普通に、つなげれば大丈夫だろうといったところで11連12連までまあ大丈夫ですね。でさらに直列も来ているんで T スピンからのテトリスもまあ即座に打てるんで、仮に刺さなかったとしてもその後で圧倒的有利なんで、あ、全然問題ないですね。さあ開幕 TSD からのインペリー。さあ相手はホリレンで S ミノ、 J ミノ、 L ミノ、 I ミノまでから T スピンミニだが、その後の地形がちょっと辛そうだが、アイミノ間に合うか？おーっと、総裁は当たんなかったけど、一応アイミノは撃てた。だが、そこで総裁間に合わないとかなり有利。か、さあ、カラティからのテトリス。相手地形グダってそうだが、いけるか？まだワンチャン。エルミノ、ジェイミノ、ティミノと追ってって。テトリスが、なんとか、間に合うというか、総裁は当たんなかったけど、しっかりそれを強気な総裁外しから、まあ、ホリレンで刺しに行きましたね。まあ、さらにこちら、アイミノと、まあ、どんどん火力遅れて対戦なんで。結構、まあ、ホリレンを意識した感じの掘りをするイメージありますね、この魚さんは。さあ、再びパフェ取って、で、開幕はパフェが多い印象。おっと、危ない。しっかり見てましたね。2列パフェというか、何、2列パフェでいいのか。2列パフェあったんで、しっかり、ミノを置かずに、Tスピントリプルで操作やってて、なんとか耐えに行った。さあ、これは結構強いぞ。7年前のホリレンのルートで。さあ、しかし、相手はそこまで繋がらなかったですね。そこまで繋がらない連だったんで、圧倒的有利。さあ、アイスピンから、3連まで、Tスピンシングルからホリで、結構繋がりそうだな。エルミノから行ったか。Tミノから行けば割かし繋がるかなと思ったけど。さあ、テトリスから、テトリスで Tスピンダブル。で、先読みで、さらに T スピンダブル。相手それを総裁外してから、2ライン消し、2ライン消しで、ちょっと穴バラを送ってきてますね。いやらしい。まあ、こう言ってね、まあ、こういう、ちょっとした穴バラが割かし、後々に影響してくるっていうのはあるんで、ね、まあ、結構いやらしい戦術ですね。さあ、T スピンダブル、なんとか総裁間に合わせてるが、相手直接強いぞ。テトリスから、T スピンシングル、テトリスはまとめせずに、ちょっと一回相手を伺ったのかな。で、ホリレンで5連まで強い。刺さっていく。まあ、蘇生当てられなかったっていうのも辛いし、ホリレンでまあしっかり刺しに来たっていう相手の判断も良かったですね。しっかりやっぱり直通をうまく利用してる感じはありますね、このレベルになると。直列できた運がいいっていうだけじゃなくて、その直列を活かせるか活かせないかっていうのももちろん実力のうちなので。さあ、危ない。これ、2ライン消し送ってなかったら再び相手パフェありましたね。非常に危ない。さあ、若干ちょっと池の狭い形だが、なんとかテトリスまで間に合えば、全然まだまだいける。
さあ、ティースピンシングルからテトリスで、さらにティースピンダブル。相手は先読みのティースピンダブル。戦況的にはどうだろうな、五分ぐらいですかね。お互いそこまで地形がいいとは言えないので。さあ、お互いちょっと思考停止して、迷っている。さあ、三ライン消しで。二ライン消しに対して三ライン消しで、一ライン分相手に穴場ライン今行きましたね。結構一ラインの火力の違いってまあ重要で、なぜかというと穴場遅れるからですね。仮にその二ライン消しに対して、まあバックトゥバック付きの攻撃を送ったとしても、そこまで言うほど穴場にならない確率はあるんだけど、まあ3ライン消し、1ライン分の、1ライン分攻撃が多い、攻撃を送ると、かなり穴場になるんで。まあ、そういう、まあ細かいところで、穴場を送る戦法も実はあります。さあ相手総裁外して、テトリス送られる。It's alright! から、こちらは堀重視ですね。堀重視で T スピンシングルから T スピンミニ、バックトゥバック付きなんで、一応火力はまあまあ出ているが、相手で STSD。STSD 組んでるけども、その後の地形が若干苦しそうに見えるが、どん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 火力重視できてるが、ちょっと間に合わず。テトリスか T スピンダブル、間に合わせようとしたけども、ちょっと間に合わなかったですね。結果論で言えば、相手がまあ強気に STSD 組んで、ジェミノでまあ、強引に埋めて、ティスピンダブルまで打ち切ったのが良かったですね、これは。さあ、パフェをしっかり阻止しに行く。開幕パフェ非常に多いですね。さあ、ティスピンダブル作って、オーバーのウェル中。さあ、相手、大身の置きミスしていく。おそらく、ティミノを置こうとしたときに、ホールドが反応せずに大身を置いてしまった、かなりあるあるのパターンです。だが、火力的には有利取れてるけど、相手、まあ、直列でいってるんで、全然有利とは言えないですね。さあ、アイミノ消費して、テトリスから T スピンダブル、総裁外して3ライン消し送られてどうだ ?TSD とテトリスが総裁当たる。まあ5分ぐらいですね。T スピンダブルからテトリス打たれて、こちらも T スピンダブルで総裁当たる。さあ、どこで試合が動く ?T スピンダブルからこれはホリエンで行って、T ミノを縦置き、そうですね、この置き方にすればアイミノまで連が繋がって結構強い。そこに相手が S ミノの置きミス。S ミノの置きミスしたのをここで確認して、おそらく積み込み体制、しっかり積み込みに切り替えてます。積み込んで一気に火力を送りたいところ。だがしかしもう全然相手もリカバリーしてるんで。まだまだ、五分ですね、これは。さあ、ティスピンシングルから、テトリス。だが相手が置きミス。相手かなり地形的には良かったけども、置きミスしてるんで、これは有利。さあ、ティスピンシングルから。ホリレンで、T ミノ、J ミノまでは繋げれん、Z ミノで、お、うまい、そのリカバリーうまい。T スピンシングルから、リカバリーしてって、ホリレンで、おお、噛み合う、噛み合う。これは相手素晴らしいですね。T ミノ、L ミノ、J ミノまで。さあ、どうだこれ。J ミノの2ライン消しで耐えて、2ライン消しから、2ライン消しで、耐えてる側、ミノの置く場所がなかったですね。ちょっとね、今のね。さあ、これは相手がまあ、Z ミノの置きミスで、かなり辛い置きミスに見えたけど、即座に T スピンからの、まあ、Z ミノの回転入れ、プラス、テトリスで、さらにまあ、ツモをミノが噛み合ったっていうのもあるけども、しっかりまあ、ホリレンのルートも、素晴らしくて、下穴までかなり掘れたんで、それでこちらを、すり上げて、しっかり最初に行ったって感じですね。結構ギリギリこっちも耐えてたけど、結果的にはまあ、ミノの置く場所がなかったんで、相手のホリレン強かったですね、これは。リカバリーが上手かったですね。上部での、Z ミノ置きミスからのリカバリーで大逆転をされてしまった。さあ、セットを捉えていく。あとは二つですね。もう一つ見ていきましょう。さあ、このツボは、開幕 DT4 ですね。DT4 に対して相手が再びパフェっぽい形で、レーンが割りかし繋がってるパフェかと思いきや、こちらの T スピンシングルの方が早かったんで、なんとかパフェを阻止する。しかし、こちらも置きミスしてましたね。だが、パフェが阻止できれば、だいぶでかい。まあ、やっぱりライン消去時間長いんで、パフェはパフェでも、ああいう風に、1ライン消しが混ざってると、結構パフェを阻止しやすいっていうのはありますね。さあ、ホリレンで、J ミノ、T ミノ、アイミノまでかな。アイミノまでしっかり7連で、ホリレン VS 火力って感じの試合。Tスピンダブルからテトリス送るが、相手に直通いってるんで強いですね、これは。さあ、どこまで繋がる？J ミノ、Z ミノ、I ミノ、L ミノまで7連強い。テトリスから T スピンダブル。
さあ、置きミスしているが、ドネイトで、T スピンダブルにして、さらに T スピンダブル。それを総裁外しているが、ちょっと穴的にこれは不利ですね。さらに相手の穴が強い。直列が相当強い。さあ、しかも、ホリエンでしっかり6連まで。これも、下穴うまくいかされましたね。まあ、ちょっと穴運的に不利っていうのは、かなり影響したけども、まあ、それをやっぱりしっかり活かすのも、先ほど言った通りね、実力ですよね。まあそこら辺はね、この15先もやれば、穴運っていうのは割かし収束してくるもんだと思うんで。そこら辺を活かせるのはでかい。さあ、先読みしといて、T スピンシングルから T スピンダブル。さあ、ちょっと間に合いませんでしたね。今のも、直通までたどり着ければ結構、強い形ではあったけども、しっかり間に合わせない、先読みからの T スピンシングルダブルのまとめ打ちでしたね。さあ、ジェイミーの置きミスしてしまった。さあ、これはどうする？一回削ってからテトリスにしといて、T スピンダブルで1ライン分攻撃来るんで、それをちょっと穴バラが来たくないんで、T スピンダブルで操作やってましたね。さあ、できるだけ、てか、無難に無難にいってますね。無難に無難に操作やってながら、ちょっと掘り体勢だが、ここら辺で掘りにずっと回っていると、後々、まあ不利になってくるんで、そろそろ火力を作っていきたいところ。さあ、浮きを広くしてから、テトリスから掘り連を狙っている。3連、4連、ジェイミの T ミのまでの6連までかな。6連まででかなり強い。これは相手だいぶ競り上げましたね。さあ、相手もジェイミのまでの4連だが、しっかり、地形圧倒的有利なのを判断して、総裁外しから刺しに行く。今のぴったり刺さってましたね。ぴったり刺さってなかったら、一応、堀江、まあまあ、繋がりそうな形であったかな、魚さんの方側。しかしまあ、圧倒的有利には変わりなかったですね。さあ、相手が、平積みか、今回は。今回平積みに対し、こちらは DT 連っぽい形だけど、ちょっとあまりうまく組めてないんで、これはどうかな、といったところだが、相手 STSD。STSD に対して、ちょっと置きミスしてるのを見て、まとめ打ち体制ですね。テトリスからテトリスまとめ打ちで、しっかり刺しに行く。いやーでも今の直列も強かったな。かなり、すごい直通で行ってましたね。まあ、でもさすがに刺さることを確信した上での2発の攻撃なんで。まあ、ここら辺は大丈夫だと思うけども、結構、アナウンは、あるような感じはしますね。この試合は、魚さん側。だが、まあ、今のは関係なかったですね。しっかりとした、まあ、置きミス見たときって、その、ね、まとめ打ちが割かし無難なんでね。なぜかというと、単発単発で送ると割かし操作当てられやすいんで、結構相手を見ながら、しっかり積み込んでまとめ打ちっていうのがね、理想の感じですね。もう一つ見ていきましょう。これがラストですね。今のところは、14本か。14対5か。ん？ 14 対5ですね。で、これがラストセット。さあ、おっと、相手パーフェクトに対してこちら T スピンミスしてしまって、穴も言うほど良くはない。まあまあ、ばらけてますね。なんで、しっかり、掘りにシフトしていきたいところ、T スピンシングルかな。掘りで、S ミの、L ミの、アイミのまでかな。アイミのまで、それに対して相手はアイミの3ライン騎士からテトリスボリー、T スピンダブルで総裁当たるテトリス、さあ、そこに相手エルミノの置きミスしたが、ホリレンはどうだ繋がるか。T ミノ、エルミノ、J ミノ、T ミノ、アイミノまでか。アイミノまで3の、おっとこちら T スピンミス痛いが、なんとか相手が火力を遅れそうな形ではなかったんで、問題なかったですね。さあ、ギリギリ耐えているが、T スピンシングルで、さらに、ホリレン、T ミノ、J ミノ、アイミノまでのホリレンのルートと言おうとしたところに相手の置きミスが致命傷で刺さっていく。で、決まりましたね、これは。というわけで、15対5ですね。前回挙げた A 級リーグの試合は、15対4だったかな、1回戦は。で、今回は2回戦なんですけども、15対5というわけで。まあ、いいんじゃないでしょうかね。かなり順調に、勝ち上がっております。現状は、得失点差を、比べたら圧倒的まあ1位だと思うんで。まあ圧倒的というほどではないけど、まあ1位ですね。というわけで、2回戦も、順調に、まあ、スコアもまあ悪くないんで、まあ、かなりね、いい感じなんでね、このまま全勝していきたいなと思います。はい、というわけで皆さん今日もご視聴ありがとうございました。
よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。